メールワインポンドルフ、バーレー還元は、ケトン、またはアルデヒドのカルボニル元のみを選択的に還元しアルコール体を与える反応である。メイヤワインポンドルフバーレー還元、メールワインポンドルフ還元と呼ばれる場合もある。1920年代にミルバイン、ポンドルフ、バリーらによって、それぞれ独自に報告された、MPV 還元と略称される。 この反応は、ルイス酸性を持つ、アルミニウムイソプロポキシドと反応物の、カルボニル体とが6因感染異状態を経由して、イソプロポキシドからヒドリド転移が生じることで、還元反応が進行する。一連の過程は、化逆反応であり、この反応機構で、アルコールからカルボニルへと酸化する反応は、オッペナワー酸化として知られている。六因感染異状態を経由する、 ヒドリド転移反応であるため、形式的には、ヒドリド還元であるが、炭素二重結合を、エステル元、ニトロ元、ハロゲン元を還元せず選択的にケトにあるいは、アルデヒドを温和な条件で、アルコール体へと還元できる。また、本反応には、カルボニル構造を取ることが必須であり、ケトエノール互い変異性により、エノール体が優位なカルボニル化合物では、 反応がうまく進行しないことが知られている。金属アルコキシドとしては、アルミニウムイソプロポキシドが利用されるが、ジルコニウムアルコキシド、ランタノイドアルコキシドを本反応に適用した例が知られている。アルミニウムイソプロポキシドを利用する場合は、アルコキシドの交換が生じるので、イソプロパノーリオーバイ中で反応させ、穏やかに加熱して、生成するアセトンを、 反応形外へ止めさすする。生成したアルコールはアルミニウムアルコキシドとなっているので、無機酸で処理することで目的のアルコール体を得る。アルミニウムイソプロポキシドを用いた非対称ケトンを本反応に適用すると、ラセみたいのアルコール体が得られる。しかし、この反応はロクイン感染異常体を経由するので、かさ高い金属削体を利用することで、 エナンチオう選択的に反応を進行させることもできる。高角活性なサマリウム作体を利用して、高エナンチオマー選択的にカルボニルを還元する方法も報告されている。ミルバイン、H ・シュミット、アル・ユストス・リビックス・アナリン・デアセーミ1925、444、221から238、ドイ、10.1002。 ヤック百192億5444万112。ありがとうございます。